毎日毎日ね、ジェットスキー、ジェット、なんていうの、ジェットバイク、水上バイクで遊んでる人がいて、いいなと思って見てたの。でもある時、なんかまあ僕運動できないけども、彼は今笑ってるからいいんじゃねえかみたいな。またラグジュアリーなホテルに泊まって、僕は一泊で帰ったんだけど、まだ残っていそうなおじいちゃんがいて、元は帰るけど、きっとこのおじいちゃんは明日も笑ってるんだろうな、みたいな。あなたの不幸は、誰かの幸せの可能性だ。ここさえ言えればいい。覚えた明日を。さあ、ギュンギュン。さあ、ギュンギュン。そうそうそう。地獄絵図だわ、こっから見たら。さあ、ギュンギュン。怖いわ。